モード・アラン・モード・アランは、カナダ出身のダンサー、振付や女優である。1903年に、ウィーンでダンサーとしてデビューを果たし、サロメの幻想などで露出度の高い衣装で大胆な表現の踊りを見せて、評判になった。イザドラ、ダンカン、ロイフラー、ルース・セント・デニスなどと共に、モダンダンスにおける先駆者の一人として、名前が挙げられる。 彼女の成功は短期間のことに過ぎず、ダンス史においてはダンカンなどに比べて取り上げられる、機会は少ない。芸術の後継者も現れることがなく、死後は急速に忘れ去られた。カナダ・トロントの生まれ。本名はビューラ・モード・デュラントといい、青年には1883年説もある。父・ウィリアムは靴職人で妻となったイザベラとの間にセオドアと彼女を設けた。 兄弟の中は非常に良好で、母イザベラは二人を出来愛していた。1879年、デュラント一家はサンフランシスコに移住した。モードは手先が器用な少女で、裁縫、ピアノ、水泳などを上手にこなした。彼女はやがてコンサートピアニストになりたいという夢を描くようになった。モードが持っていた芸術的天文や想像力は、 おそらく母イザベラから受け継いだものと思われる。イザベラも娘の才能を認め、将来に期待し続けていた。モードはピアニストへの夢を実現するために、ベルリン留学を決意した。1895年2月14日に彼女は、ベルリンに旅立ち、翌月には、ベルリンの音楽学校に入学した。セオドア・デュラントの極中写真同年、モードのもとに、 兄セオドアに関するニュースが伝えられた。それは、セオドアが二人の若い女性を殺害した容疑で逮捕されたというものであった。セオドアはサンフランシスコで薬学を学び、成績優秀で、態度も真面目であった。デュラント一家はエマニュエル・バプティスト・チャーチに加入していた。セオドアとモードは、このチャーチの青年グループである、クリスチャン・エネバー・ソサイティのメンバーであった。 セオドアはこのグループの秘書として熱心な活動を続けていた。しかし、セオドアは1895年4月3日と4月12日に、それぞれ女性を殺害して、チャーチ内に遺棄したという容疑をかけられて逮捕された。事件当時、セオドアは精神を病んでいて、心身喪失の状態だったという。セオドアは無実を主張したものの、世間は彼を殺人者として死断し、 裁判では有罪が宣告された。セオドアはサンクエンティン刑務所で処刑された。この事件はモードに衝撃を与え、その影響は彼女の生涯に影を落とした。兄を失った悲しみと事件の衝撃の中で、モードはピアニストへの夢を捨てて、ダンサーへと転身した。母イザベラはセオドアの死後にサンフランシスコからベルリンに単身でやってきて、モードと共に暮らし始めた。 この時期に彼女はモード・アランと名乗るようになった。モードはアルトゥール・ボックという彫刻家と出会い、彼との短い声を通してギリシャ彫刻の持つ身体性を知った。1905年頃には彼の彫刻、サロメとヨハネの首のモデルを務め、その経験が後のサロメに生かされたとの推定がある。フェルチョブ・ゾーニとも知り合いとなり、 彼のコンサートでマルセル・レミという人物に紹介された。リエージュ生まれのレミは音楽や彫刻などに造形が深く古代イギリシャに関する多くの知識を持ち合わせていた。レミが語る失われた古代イギリシャのダンス再生の話にモードは強い刺激を受けダンサーへの道に進むことを決意したと伝わる。彼女が目標としたのは 古代イギリシャの造形芸術の自由を再現することであった。モードは2年にわたって図書館や美術館に通い詰め古代イギリシャのポーズを研究した。モードは多くの場合裸足で踊りギリシャ風のドラペリーを着用することもあった。そして1903年にウィーンでダンサーとしてのデビューを果たした。この時モードが踊ったのはメンデルスゾーンの 春の歌、ショパンの創造更新曲、シューベルトのアベマリアなどで、後に彼女の得意とするレパートリーが含まれていた。デビュー公演は好評で迎えられ、母イザベラも彼女のダンスの才能を認めて応援するようになった。イザベラはイザドラ・ダンカンをモードのライバルとして意識し、負けないようにと励ましを与えている。モードのマネージャーとして、 マルセル・レミが公演のプロデュースを行った。モードはヨーロッパの各地で踊ったものの、ダンカンのアリューという批評を受けるなど評価は低かった。デビュー以後の2年ほどはモードにとって苦しい時期であった。サロメの幻影を踊るモード・アラン彼女がサロメという主題を発見したのは1906年のことであった。19世紀末からのサロメブームはヨーロッパ全土に広がり、 芸術の重要なテーマとして盛んに取り上げられていた。文学では、オスカー・ワイルドの儀曲、サロメ、絵画では、ギュスターブ・モロー、オーブリー・ビアズリー、グスタフ・クリムトなど、音楽では、リヒャルト・シュトラウスのオペラ、サロメなどが知られる。モードもこのブームとは無縁ではなかった。彼女とレミが、直接、サロメに触れたのは、1904年に、 ライプツヒで初演されたワイルドの儀曲と言われる。二人はこの儀曲をベルリンで鑑賞している。サロメとその物語はダンスのテーマに向いていて、他にもロイフラーをはじめとする何人かのダンサーたちが舞台化に取り組んでいた。レミはサロメの物語に新たな解釈を与えた。それはサロメにモードの人生を投影し、 彼女自身の悲劇を踊りで表現するというもので、先例者、ヨハネの生首は処刑された、セオドアの象徴でもあった。サロメの幻影は、レミの台本と作曲によって1906年にウィーンで初演された。しかし、作品の創造に大きな役割を果たしたレミは初演のわずか10日前に死去している。サロメの原映が大評判になったのは、ウィーンの次に、 ブダペストで行われた公演であった。モードはサロメの衣装を自作したが、それは20世紀初頭としては露出度の高い大胆なもので、胸当てこそつけているものの手足、肩、腹部などを剥き出しにしていたために、歪説だとされた。すでにウィーンでの初演時から、彼女の衣装は問題視されて、レオタードを着用するように申し渡されていた。モードは表現と、 芸術的な効果を理由として抵抗を試みたものの多少の妥協を余儀なくされた。それでも大胆な衣装についての報道が彼女の踊りへの興味と宣伝効果を引き出していた。モードはミュンヘンパリなどで公演を続けた。パリの公演では偶然にもリヒャルト・シュトラウス自身の指揮によるオペラサロメのパリ初演と同時期となり、そのことも話題になった。チェコのマリエンバードで モードは、さらなる成功への機会を得た。1907年9月、彼女はその地を訪問していたイギリス国王エドワード7世の前で踊りを披露した。エドワード7世は、彼女の踊る7つのベールの踊りを気に入って、ロンドンで公演するようにと強く勧めた。1908年、モードは、ロンドンに進出して、パレスシアターで公演を行った。 彼女の宣伝はアルフレッド・バットという有能なインプレサリオが担当しセンセーショナルなジャックを持って売り出した。当時の宣伝パンフレットではモードの踊りが醸し出すエロティシズムが明白に表現されていた。彼女の足はスラリとして感覚的なリズムを刻んでいる。彼女の唇から燃え上がり彼女の赤い口の熱い炎へと燃え移る欲望は空気を情熱の狂気によって犯している。 ミス・アランは彼女の素晴らしい肉体の罪の許しを得ようとする欲望の甘美な、ゴンゲなのである。モダンダンスの歴史ピアニッシュも140から144。当時のロンドンはビクトリア女王の禁欲的な知性から解放されたエドワーディアンと言われる時代であった。ビクトリア女王の長い知性と第一次世界大戦の感激にあたるこの時代は 開放的かつ快楽的として知られる。モードの踊る、サロメの原影はこの時流に乗って空前のヒットとなり、イザドラ段感もかなわないほどであったという。同年、モードは新聞のインタビューに答えて、自分の踊るサロメは、やっと14、5歳だと述べている。死者の首を乱らに抱く幼い女性というモードの踊りはスキャンダルを引き起こし、教会からの非難を受けた上に、 マンチェスターでは公演が禁止となった。それでもモードの公演は1年以上のロングランとなり、彼女にとって最高の成功となった。この年には、マイライフダンシングという著書を出版し、イギリス国内で1年足らずの間に250回の公演を行っている。サロメの現役の舞台モードはエドワーディアンのセックスシンボル的存在として一世を風靡した。 その後、彼女はアメリカとアジアでも踊った。アジアでは白人の女性が現地人の観客の前で踊りを披露したという理由でトラブルになった。アジアからアメリカに戻ったモードはサロメの幻影の一部を取り入れた映画敷物作りの娘の制作に関わっている。その後モードはロンドンに戻った。やがて第一次世界大戦の勃発などの時代の変化によって 彼女の人気は下落した。1918年には彼女の名声を手ひどく既存する抽象に対する訴訟に関わることになった。この年、J.T. グレインというインプレサリオがワイルドのサロメ上演を企画した。この公演はカシホールでのプライベートな上演であり、モードはタイトルロールのサロメを演じることになった。しかし、この公演についてクレームをつける者がいた。 同年2月2日、国会議員、ノエル・ペン・バートン・ビリングは、記事、クリトリスのカルトを彼かれ自身の雑誌、ビジランテで発表した。ピリングは、先導的な政治家で、反ドイツの立場から、様々なドイツ陰謀説を、ハロルド・スペンサーというライターに書かせていた。クリトリスのカルトという言葉は、アンニ・モードのことを意味していた。この記事においてビリングは、 ワイルドのサロメは不道徳な上にイギリスを堕落させようと企てるドイツの陰謀であると主張した。ワイルドは大敗派の首領であり、モードはその作品を利用してイギリス人を誘惑したため彼女の講演を干渉した人々の使命がドイツの所有する国書に記載されていると告発された。性的逸脱のために脅迫を受ける。 可能性があるとされたその人数は4万7千人に、上り、著名人の名も多く含まれていた。モードはビリングを名誉毀損で訴えた。この訴訟は、マーゴアスキスやアルフレッドダグラスなどの著名人が関与したために、世間の字幕を集めることになった。訴訟の間に、兄セオドアが起こした事件のことが掘り起こされた。セオドアのことは、 彼女の家族に性的狂気の背景があったことを示唆するために引用された。ダグラスもモードに不利な証言を行い、結局ビリングは無罪となった。このスキャンダルによってモードの経歴は大きな打撃を受けた。モードはその後1934年まで世界各国で踊りを続けるが、かつての名声を取り戻すことはできなかった。 1928年から1940年まで、モードはイギリスで自身の学校を開いて踊りを教えたが、彼女の芸術を受け継ぐ存在は現れなかった。彼女は秘書で恋人のベルナ・アルドリッチと一緒に暮らし、1956年にロサンゼルスで死去した。モードはイザドラ、ダンカン、ロイフラー、ルース・セント・デニスなどと共に、 モダンダンスにおける先駆者の一人として名前が挙げられる。モードの障害については不明な点が多く残されている。ダンサーとしてどのように鍛錬したかが知られておらず、19世紀から20世紀への時代の大きな転換期にピアニストとしてのキャリアを断念して28歳くらいという年齢でダンサーを目指した同期も不明である。当時の評論家たちの一致した意見によれば、 彼女の作品について、ダンカンの模倣でないものは、ほとんどないと言われていた。しかも、ほとんど、体を動かしていないという軽蔑的なほのめかしさえ、あった。モード自身は、他の影響を受けずに、独自のダンスの境地を開拓したように述べているものの、やはりイザドラ・ダンカンなどの存在に、大きな影響を受けたものと推定されている。フランス文学者の熊谷健介は、サロメを踊って、 名を馳せた女性たちは、専門のダンス教育を受けておらず、技術的に未熟な者たちが多かったと指摘している。その例として、熊谷は、イダル・ビンシュタイン、またハリ、コレットと並んで、モードの名を挙げた。熊谷は、私こそがサロメを踊るという彼女たちの意志が、技術の未熟さなどの条件ゆえに、さらに際立つことも付け加えている。モード自身にとって、 サロメダンサーと呼ばれることは不本意なことであったという。ただし、サロメの幻影は彼女の生涯について回り、その影響から逃れることはかなわないままであった。そして彼女のダンスと芸術は、あまりにも彼女自身の個人的悲劇と一体化していた、ため、後継者も現れなかった。モードは、ダンス史の中で孤立した存在となり、死後は、急速に忘れ去られた。一部の情報源では、 本名を、ウッダモードドーレントと記述している。オックスフォードバレーダンス辞典などの文献では、1903年初演、とされている。本校では、モダンダンスの歴史、20世紀ダンス史の記述によった。コレットは、作家として巧妙であるが、最初の夫との別居後に、パリのミュージックホールで、ダンサーとして働いて、生計を立てていた。ありがとうございます。